残念だが、それは叶わぬ相談だろう。この声。うん、間違いない。あの仮面、テートとユミルに現れた。現れましたね。大陸各地を騒がせる怪盗 B、 いえ、結社の執行者、怪盗紳士と呼ぶべきでしょうか。お初にお目にかかる麗しのアイスメイデン殿。どうやら私の情報くらいとうに掴んでくれていたようだ。ごきげんよう、トールズ士官学院7組の諸君。執行者ナンバー10、怪盗紳士ブルブラン。先の開校から2月余り、再会できる日を待ちわびていた。何をしに来た、怪盗 B。 邪魔をするつもりなら相手をさせてもらうぞ。勘違いをしないでほしい。私の行動理念はあくまで B を追い求めることにある。この違法の地に舞い降りたのもまたしかり。諸君の妨害など二の次なのだ。 B？ 何を言っている。わからないかね。この異教の地の雄大なる自然、生命の営み、それらも戦火に包まれればあっけなく燃え尽きてゆくだろう。そして真なる美とは、失われる時こそ輝くもの。私はそれを見届けに来たのだよ。貴様、どこまで悪趣味なのよ。ブルブラン様、戯れはそのくらいで。なあ、あの人形は。え、灰の起動者と協力者、指定されていた面々です。今回の任務外であってもこの場で対処すべきかと。それはもちろんだが、私有を決する前工場は時に100年の美酒より甘美なもの。与えられた任務をこなすだけではあまりに味気がないと思わないかね。理解しかねます。あの子は何者だ。エリゼと工場殿下をさらっていった張本人だ。クロチルダさんの命令であの黒い人形を操って。それに、あの黒い人形ってどう見ても。君は一体何者だ。結社の仲間なのか。エリゼと工場殿下は、あの二人はどうしたんだ。結社、見喰らう蛇の俗称と推定。いいえ、そちらには属していません。残念ながら彼女は結社の一員ではない。ま、全く関係がないとは言い切れないのだが、とりあえず我々と同じ貴族連合の協力者の一人でね。西風と同じ。それじゃ、クロートも。帝国解放戦線もそうか。あまり時間を消費するわけにもいきません。
これ以上のやりとりは無意味と判断します。私はアルティナ、アルティナ・オライオン。コードネームはブラック・ラビット。そしてこの子はクラウソラス。これより制圧を開始します。ブラック・ラビット、それにオライオン。なんだか知らないけどやる気みたいだね。黒と白の共演とはなかなか気が利いている。さあ、七組の諸君、青き果実があれからどれほど甘く苦労しく熟したか、今こそ味わわせてもらおうか。来る高原を渡る風よ、俺たちに力を。それでは始めるとしよう。うん、任せて。はっ。行くぞ。一気に行くぞ。よっしゃ。行くわよ。バリア展開します。やっ、私の番ですね。一気に攻めましょう。了解です。私の番だね。はっ。私の番ね。俺の番だな。行くぞ。オーバーライズ。タ。私の番ね。やっ。今だわ。さあ、みんなで決めるわよ。任せてくれ。やっ。は。やっ。しやばい。マイ。タ。今だ。青き炎よ、我が剣に集い。集い。これが私の切り札だよ。オーバルエネルギー充填。ジャッジメントアロー。行くよ行くよ。シルフィードダンス。一丁上がり。
なんという優越。ダメージ率上昇、やりますね。ソラ、そこです。何？ブリューナ君、勝者。任せて。ここは任せた。俺に任せてもらおう。そこだ。ええ、さあ一気に攻めましょう。了解した。俺の番だな。頼んだ。あとは任せたまえ。そこだ。任せてちょうだい。ごめん、お願い。母ちゃん、行くよ。ドリア、行くぞ。はっ、そこだ。覚悟してもらおう。うこれで終わりだ。俺に力を貸してくれ。カラミティ報告。ミッション失敗。理解不能です。時が惜しい。行くとしよう。よし、掴んだ。やって、よかった。ブイ、だね。まだまだこれから。よし。やった。さすがに手強い。素晴らしい。想像以上に甘美なる仕上がりだ。どうやら簡単に制圧とはいかないようだよ、お嬢さん。脅威度、情報修正。そちらのググッズも聞いていたスペックよりは機能が向上しているようですね。そうなのかな。でもやっぱり君もつながってるみたいだね。アルティナだったな。いい加減答えてもらうぞ。エリゼと殿下は今どこにいる。まさか傷つけてはいないだろうな。彼女たちについては私の知るところではありません。ルーファス・アルバレア卿に身柄を引き渡しましたので。なっ、それって確か。ああ貴族連合の総参謀として大層な活躍ぶりのようだ。各地の貴公子団を分断したのも彼の手腕によるところが大きい。彼ほどの才覚があればこそといったところだろうがね。そんな。とにかくあなた方は貴族連合の内情に詳しいようです。そちらの装置を止めた後、いろいろと話を聞かせてもらいます。理解不能です。悲しいことに彼らは分かっていないのだよ。
未だこの場の主導権を我々が握っていることを。エギリオン、体が動かない。バカな、指一本動かせないぞ。これは影縫いというやつか。これも私の得意な術の一つでね。これで君たちもカゴの中の鳥というわけだ。こんなことまでできるなんて。迂闊でした。それでは全員拘束させていただきます。なあ、しばしの間この地での滞在を認めよう。高原に燃え広がる炎を心ゆくまま眺めていたまえ。させるか。これはまさか、あの力を使うつもりか。面白い。確かに君の鬼の力なら我が術を抜けられるやもしれん。さあ解き放つがいい。その必要はありませんわ。あった、糸。あれはシャロン。アリサお嬢様、お迎えに上がりました。七組の皆様もお変わりなくて何よりですわ。まさかこのような異境で君と再会できるとは。これも女神の、いや大いなるマスターの導きかな。執行者ナンバーない そのどちらでもありませんわ。ラインフォルト家に仕える忠実なる使用人として、お嬢様の危機に駆けつけるのは当然のことですから。シャロン相変わらずだね。ですがおかげで助かりました。今はラインフォルト家に捧げられているというわけか。君の大いなる愛と献身は。ええ、結社での使命よりも優先しているだけのこと。それ以上でも以下でもありません。なるほど、ヨシュアやレンと同じ道を選ぶつもりではないようだな。彼らのように後戻りできる身ではありませんから。ですがあなたの美が私の大切な方々を傷つけるつもりならば容赦なく、一片の慈悲もなく断ち切らせていただきましょう。すごい殺気シャロン。それでこそ視線の意味なにふさわしい。いいだろう、ならば私も怪盗としての全てを。しまった、貴族連合の軍用艇戻ってきたのか。公平まで。まずいですね、完全に包囲されたようです。
あと少しで装置を止められるのに。頃合いですね。やれやれ、なんと無粋な。しかしこれで君たちも身体極まったようだな。いや、ちょうどいいタイミングだ。ほう、報告にあった。リン、まさか。いけるんだ。ええ、マナは十分なはずよ。ああ、来い、灰の騎士バリマール。おう、なんと美しい機体か。あれが灰の騎士ですか。軍用艇と機甲兵は俺たちが引きつける。ガイウス、みんなここをよろしく頼む。リー、まさか。ちょっと、つもりはない。だが、ノルトを脅かす存在を野放しにするわけにはいかん。空の方にも注意しておきなさい。地上に気を取られてたら手痛い一撃を食らうわよ。ああ、分かっ、なんとか隙を見つけて一気に片付けるぞ。仲間とのリンク。任せてくれ。
聞いてるわ。この調子よ。私の番だね。ここは任せた。任せてちょうだい。やっ、いいわね。あとひとしよう。さあかかってこい。はっ、そこだ。シュン、くらえ。あとは任せたまえ。新規発動。そこだ。ジャンスだ。そこだ。はっ。そこだ。僕の番だな。せい。せい。今だ。行くぞ。リン。分かった。新兵器。月光剣。どう。聞いてるわ。この調子よ。任せてくれ。変わってくれ。俺に任せてもらおう。新規発動。成功。ザースだ。そこだ。はっ。そこだ。そこだ。行くぞ。チャージする。行くぞ。すまん、変わってくれ。母ちゃん、行くよ。やあ。そこだ。そこだ。かん。
ょうだい。違いましたが、ミッションコンプリートだね。さすがはリーン様ですわね。まったくもう、本当に無茶ばかりして。ああ、だが、だからこそリーンだ。どうやらここが潮時のようだ。かの灰の鬼神の姿もしかと見届けさせてもらったし、この地での未練はない。構わないかな、黒ウサギくん。特に問題は、脅威度の再評価という点では非常に有意義でした。逃げる気？動かないで、まだ聞きたいことが。帝国での舞台はまだ幕が開いたばかり。やがて大いなる運命のうねりが舞台を飲み込んでいくだろう。諸君がそれにどう立ち向かうか、しかと見届けさせていただこう、視線の国。どうぞご自由に。たとえ何が起きようと、私の愛は揺らぎませんよ。それでは失礼します。そちらのオライオン、そしてアガートラナも、機会があれば。まったねー。クーちゃんもバイバーイ。ちゃんって、クラウソラスを混乱させないでください。リン・シュバルツァー、彼にもよろしく伝えてくれたまえ。それでは、さらばだ。とんでもない相手だったわね。だが、なんとか切り抜けられたようだ。とにかく、今はあの装置を停止させてしまいましょう。これで光源における危機は一旦収束に向かうはずですわ。ええ、そうね。って、なんで私たちの目的を把握してるのよ。お嬢様のことなら何でもお見通しですから。本当、相変わらずだね。